1位はですね、皆さんが気になったあの商品になります。第1位はこちら、ドゥルルルダン、やったーい。はい、おいさー、大谷ガチャンネルへようこそ。リアクション契約剤師 YouTuber ワリコムです。ビジュアル契約剤師 YouTuber ハルキーです。はー、はい、ということで今日は大谷薬局の売れ筋ベスト3、よいしょー。はい、ということで、本日はですね、大谷薬局の、売れ筋商品をランキング形式でご紹介していきたいと思います。1位はですね、皆さんの気になったあの商品になります。ぜひとも最後までチェックしてください。それでは行きましょう、せーの、レッツゴー。もう言わんかい。大谷薬局マジでノーダウン。3位出て出て。はい、ということで、じゃあ第3位をご紹介したいと思います。第3位はこちら、ダダン、リッツのシロワブライトニングマスク VC。 よっしゃー。はい、ということで早速中開けてみましょう。なんかですね、すごい秘密があるらしくて、もうかなりリアクションが取れると、面白いマスクになってるということなんで。そうなんですね。パッケージもめちゃくちゃなんか可愛いし面白いですね、なんか。いや、しかもなんかこの集中的にビタミン C と乗せてとか、女子が大好きなやつ。そうですね。ということで早速使ってみたいと思います。じゃあ早速中身気になると思うんで開けていきたいと思います。よいしょ。おこれが集中 VC シートでーす。そしてもう一つが、うわー、ジルジル、うわすごい、ジルジルのジルジルマスク。いや、これちょっと後で開けましょう。早速貼ってみましょうかね。はい、せっかくなんでお互いで貼りましょう。なんでですか。いや、なんでですか。逆になんでですか。やります。はい、集中 VC シートから貼っていきましょう。はい、こんな感じで、目の下クマを落としてやっていきたいと思います。で、次はジュルジュルシートの方をつけていきたいと思います。すごいもんだって、ほらびっちゃびちゃ。ほら、わかる皆さん。あ、なんか泡が出てきてる。どっちが表だろうか。多分普通に広げた方が多分表です。バッて、うわ、すごい、すごいね、これこれどうやって開くの、これ開けんくない。これも貼り合うんですか。あん、あ、でっかにいっちゃすごい、見て、泡がもうモコモコ、なんか気持ちいいね。めっちゃ出てきてます、めっちゃ出てきてます。すごいすごいすごい。お前はデコとかも泡だらけやもん。ほんと汚いってことですか。いやいや、めっちゃおしゃれ。あ、これ15分間すないかって言った。15分ですか。あ、めっちゃ出てる。あ、すごいね、すごい。ハルギどう、使ってみて。いや、モコモコしてめちゃ気持ちいいです。おお。あと柑橘系の匂いがして、もうめちゃくちゃすっきりした感じですね。うんうんうん、マスクってなんかこんなモコモコしてるなかなかないもうすごいモコモコやってる。すごいわ。なんかもう泡に包まれたみたいな、うんうん、これお風呂でやってゆっくり使ったら気持ちいいやろうね。そう、匂いもさ、なんかそう柑橘でさー、癒されますよ、ね。癒し系、癒し系男子、俺たち。はい、10分経ちました。はい、見てください、この泡。じゃあ流しに行ってきます。はい、もう目が赤くなってきた。はい、ということですけど、今洗い流してる時すごかったっすね。すごかったです。もうツルツルのヌルヌル、もうめっちゃ気持ちよかった。洗い流しとっても楽しかったっすね。あ、そうですね、うん、ちょっとさっぱりしてます、顔が。あ、さっきより、うん、油取れたんですけど、それだけ効果あるってことだよね、うん、泡で浮かすんでしょうね、ゴミとかもね、バーって。めっちゃ気持ちよかった。皆さんおすすめですよ、ぜひとも使ってください。はい、でインスタグラムとかで写真上げて、あ、そうですね、僕もこのハルキーを真似しましたって。まあ、それ知ったらもしてくれんやろ。はい、ということで、じゃあ次の行きましょうか。はい、2位、第2位はこちら、ダダン、スキンアクアトーンアップ UV エッセンス A。 いらっしゃい。はい、ということで、こちらの商品ですね、なんと、自然な白肌のトーンアップになるということで、すごく人気の商品になります。このスキンアクアの中でも、一番人気の商品で、ラベンダーという商品を今回選ばせていただきました。で、パッケージも超可愛いのが、はい、若い子にも人気があるみたいです。超可愛いの。超可愛い。早速使ってみましょう。じゃあ僕が今回使わせてもらいますね、ハルキーさん。はい、どうしよう。確かにデザインめっちゃおしゃれですね。なんかインスタみたいなカラーで、グラデーションがおしゃれ感満載。はい、じゃあ早速使っていきたいと思います。よいしょ。なんか色がラベンダー色っぽい。すごいですね、うん、
あ、いやいや、すごい。なんかね、ベタつくの怖いなと思ったんですけど、すぐもうなんかそのベタつきとかなくなる感じ、うん、で、しかもなんかほんのりね、お花の匂いみたいな感じでいいんですよ。うん、まあ何よりこのパッケージがね、確かにもう今の今時もう女子、ね、男子大好きなインスタグラムみたいなカラーおしゃれですね。じゃあ春木さんもせっかく使ってみてください。いいんですか。はい、なんかですね、これ透明感を引き出すポイントっていうのがあるみたいで、色で織りなす色白素肌感、透明感ブルー×血色感ピンクイコールラベンダーカラー、ブルーとピンクでこうですね。で、2つ目の前にこれラベンダーカラーでナチュラルな透明感を演出してくれるみたいです。で、さっき言ってた匂いがサボンの香りだそうです。化粧下地にも使えるし、石鹸で落とせるし、アレルギーテスト済みだそうです。そして2つ目のポイントが光で叶える立体感。ちょっと見せて。太陽や光を反射して肌の透明感を上げながら立体感に艶めく微細なストロボパールを配合。ストロボパールっていうのが光沢剤っていうのかな、光を多分反射してくれるものだと思います。そして3つ目、潤って透き通るような肌にスキンケア成分、保湿成分配合、ヒアルロン酸ですね。そしてビタミン C 誘導体、そしてピュアニュアンスコンプレックス。どういうことかっていうと、果物溶け層果実エキス、プルーン分解物、イザヨイバラエキスが入ってるそうですね。あ、有名なやつですね。うん、まあそんな感じで使用感も確かにもうだってもう今はもうサラサラですもんね。あ、すごいサラサラしてます。でしかもほんのりなんですよね。このほんのりが多分匂いきつい人は多分あの嫌だけど、このほんのりだからこそ匂いがあんまりないからみんな使えるっていうか、だから売れてるんでしょうね。僕もこれ使いたいなと思って今日持って帰ります。はい。はい、ということでおすすめです。めちゃくちゃこの夏はこちらのスキンアクアで夏を満喫してください。おっと、ここで薬剤師おすすめのメンズスキンケアアイテム、イエーイ。はい、ということでですね、私たち薬剤師 YouTuber が、厳選に厳選を重ねて選んだ商品がこちらになります。テンション低くないですか。はい、ということでやっていきましょうか。まずはこちら、僕みたいな汚い男でも綺麗になれる除毛クリーン。イエーイ。夏場といったらですね、そうですね、やっぱ半ズボンとかになったりするんでですね、どうしてもすね毛が気になるそうですね、方はもう汚いですもんね、俺。そうですね、ワディさんの特に。え、なんか特に汚いです、ね、俺の心は綺麗にしてくれんのかい。ツルツルが苦手な人のためにはこちら、ボディヘアトリマー。イエー。これどうですか。これ実際僕も使ってるんですけど、目の粗い方とちょっと細かい方があって、ちょっと長めにしたい時はこの粗い方で、ちょっと短くしたい時はこっちの細かい方とか使いやすいですね。なるほど、なんかそのツルツルのなんかもう全く毛がないっていうのが嫌な人のために。そうですね、まあ、ちょっとおしゃれ毛みたいな感じする。そうですね。なるほど、爪以外にもいろいろ使えるからですね、うん、あ、量が多い時とか。そうですね。なるほど、こういうのもあるんですね。そして最後はこちら、ダダン、ウーのフェイスカラークリエイター、いらっしゃい。この商品はですね、男性用の BB クリームになってます。はい、男性用 BB クリーム。 BB クリームって、あ、一応ビューティーバームっていうことなんですけど、まあ、女性だけが使ってるっていうイメージあると思うんですけど、今は男性のものも結構売れててですね。確かになんか韓国コスメとかで女性が使ってるってイメージあったけど、男性も出たんですね。まあ、実際なんかその男性の化粧とかも今エチケットでも当たり前になってきてるから、かなりじゃあもう今力を入れてるってことですよね。そうですね、そういうことなんですよ。はい、今回3種類あるんですけど、まずこちら、ダダン。そちらの商品が毛穴とニキビ跡をしっかりカバーしてくれる分の BB クリームになります。はい、こちらテカリとかを抑えてくれて塗った感ゼロを感じさせてくれるような BB クリームになってます。そして最後こちら、そちらがですね、クマや青ひげですね、僕たちみたいな、をしっかり隠してくれるようなクリームになります。はい、ということでじゃあせっかくなんで早速使っていきたいと思います。どんな感じか皆さん見せましょうかね、はい、まずはじゃあこの赤から、これはちょうど僕が今ニキビがある方、ニキビ塗ってみましょうか。ああ、そうですね、はい、デカニキビですね、なかなか。じゃあ早速使っていきたいと思います。はい、よいしょ。あ、でもいい感じじゃないですか。あ、若干でも消えた感じあるし、ね、赤み消えるんですね。周りも色合わせてみたいな感じですよね。どうですか、だいぶ赤み効いてますね。効きました。じゃあ次は、はい、こちらノーカラーフェイスクリエイターの方を、はい、ハルキーさんに使っていただきたいと思います。おでこがちょっとテカってるから。テカってます。はい、あ、でもなんか白感みたいな、下地みたいな感じになってますよ。本当ですか。化粧みたいな、うん、あ、でもテカリが消えた、ここの。本当ですか。反射してたもん。
すごいテカってるなと思ってはい、じゃあ、3色を比較するために手に塗っていきたいと思います。まず赤色を一番奥に塗ります。そして次に、ノーカラーを真ん中に塗ります。そして最後に、こちらの、黒ですね。黒をこちらの方を一番手首の近いところに塗りますね。はい、はい、じゃあ近くで見せてあげてください。反対向かしてもいいんじゃない。はい、じゃあ行きます。そっちが一番あの毛穴とかのやつ、ね、赤ですね、これ赤で、ノーカラーちょっと塗りすぎたな。そして、こちらが、ナチュラル。おー、すごい色混ざって肌色みたいになった。すごいすごいね、これこんな感じで。こっちが肌馴染みがいい、うん、一番良さそう、この夏はこれで乗り切ってください。薬剤師おすすめのメンズスキンケアでした。俺についてこい。1位。はい、ということで第1位はこちら、ドゥルルルルダン、マンゴープリンです。やったー。もうですね、はい、もうめちゃくちゃ売れてるみたいです、大薬局で。そうですね、僕もよく聞きます、このマンゴープリン売れてる。もう店によってはレジ横に置いてたりとか、うん、しかも値段も100円台と。安いね。しかもですね、マンゴーよりマンゴーなんだってマンゴーよりマンゴーよ。じゃあもうこれがマンゴーや。え、ほら当たり外れもあるやん、マンゴーって。ああ、そう、甘くなかったりとか。これはもう、そう、最上級の味がする。ああ、僕ですね、ちなみにこれもよく食べてるんで、今日はお二人にカメラマンの方と春木さんに食べてほしいなと思ってます。いいんですか。ぜひとも、はい、食べてください。僕ですね、本当にあの香港に行ってマンゴープリンの有名なお店があるんですけど、そこでも食べたんですけど、もうレベル的にもほんと近いぐらい美味しいです。それでこの値段だから、価格が、うん、じゃあ早速食べてみてください。おい、うわ、プルンプルンですね。うまそう。うわ、すごいマンゴーの匂い。すごいマンゴーの匂いする。食べてください。はい、いただきます。俺も食べたいけど。マンゴーよりマンゴーだろマンゴーよりマンゴーなんだって、本当に。いや、これは本当にあの、もうある分しか買えないんで、なくなったら買えなくなっちゃう。ぜひともですね、食べたい方もお早めに、うん、お早く買われてください。マンゴープリン、プリンというかマンゴー、マンゴーどうやろマンゴーよりマンゴーでしょ。もう身だけそぎ取ったみたいな、本当に美味しいですよ。しかも100円台ってめちゃくちゃ安いから、うん、ぜひともね、美味しい、うん、期間も長いし1ヶ月以上持つから、うん、かなり俺は階段してますもう好きすぎて1日1個食べてます。いや、ほんとシンプルなパッケージなのにめちゃくちゃ濃いですもんね、うん、なんかほんとに美味しい時期のマンゴーをそのままプリンにしたみたいな感じ。わかる、うん、沖縄の人とか多分わかると思う。7月ぐらいですね、うん、マンゴーの季節って、その時のマンゴーをしっかりプリンにしたみたいな。ぜひとも食べてみてください。ということでランキング第1位はマンゴープリンでした。プリンプリン何それはい、ということでランキング以上ですけども、はい、ちなみに今ちょっとちょうど6月じゃないですか、はい、皆さん今の時期一番売れてるの何だと思いますか。傘でーす。雨降って地固まる傘だけにてー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 